私たちが注目しているこちらのスーパートレンドというインジケーターがなんと緑に点灯しました。こちらが赤から緑に点灯する際、その後数ヶ月トレンドが定まっています。本日はね、こちらのインジケーターについて、そして私の新たなビットコインロングポジション、現在0.14ビットコインの利益になっています。こちらのポジションについて、そして短期的なビットコインの次のターゲット、話していきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までご覧になって くださいといいいとととうことで早速入っていきたいと思いますはい、こちらのスーパートレンドっていうインジケーター、約1週間前ぐらいにね、YouTube でね、紹介したんですけど、こちらのインジケーターがさっきも言った通り、赤から緑に切り替わるとき、この後、トレンドがずーっと続いてってるんですよ。で、やっとね、こちら、緑にね、点灯することができました。私、先日の動画で、ビットコインが2万1400ドルより上で終足を確定することができるのであれば、こちらがね、緑に点灯するっていうことをね、話しました。そして、ついに、 緑に転倒したということで過去のねパフォーマンスを見てじゃあどれぐらいに、ね、上昇を試みれるかについてね見ていきたいと思いますまあ、結構ねこちらね遡れるんですけどじゃあまあこの辺から見ていきますか2012年ぐらいからなんならもっと前から見てってもいいんですけどまあこの辺から見ていきますかまあ、こちらね初めてのビットコインバブルがま破裂してまあ、赤にねこれ切り替わったんですけど赤から緑に切り替わった後その後ね数ヶ月 トレンドが続いてるっていうのがわ、ね、かると思うんですよ。今現在ね、週足、ね、で見てるんですけど、はい、こちら7月から7月、約1年ぐらい続いてますね、こちら。で、このね、赤はね、数ヶ月、7から10月、そして赤から緑に切り替わったのはまた爆上げって感じでございます。で、このね、2018年による超有名なバブルなんですけど、これもね、ごめんなさい、20 2015年ですね、2015年もそうなんですけど、赤からね、下降相場を経験しましたと。そして緑に点灯して上昇相場を 経験しましたと。そして、それがどこまで続いたかと言いますと、彼女有名な2017年の200万円の価格帯までね、上がっていったわけでございます。そして、バブルが配列した後、赤に入った。そして、19000円まで上がっていった時、緑。って感じでですよ。 めちゃくちゃね、こちら的確率が高いっていうことがね、わかると思います。まあ、最近のね、このコロナクラッシュの時から、1万ドルから6万8000ドルまで上がっていく、このラリーでも、赤から緑に点灯しているってことがわかると。そして各それぞれね、赤から緑に点灯した時、緑から赤に点灯した時は、数ヶ月ね、最低でも3ヶ月以上、最低でも数ヶ月の間、トレンドが定まっているっていうことがね、わかると思います。そしてついに、 ビットコインはこちら、スーパートレンドの緑に点灯したわけでございます。私の普段の動画毎日見ている方わかると思うんですけど、私はね、ビットコイン短期的では上目線です。なんでかって言いますと、ちょっとね、おさらいをしていくのであればですよ、こちら、20種平均線という超重要レジスタンスをね、ブレイクしたわけでございます。 この20種平均線っていうのは仮想通貨でね、とても意識される移動平均線でして、例えばね、2017年の方から見ていったらわかると思うんですけど、こんな感じでね、ひたすらサポートとして提供されてたわけなんですよ、20種平均線。そして20種平均線をサポートとしてホールドすることができず、下回った時、その後、レジスタンスとして拒否し続けてきたわけなんですよ。そして、こちらブレイクした後ですよ。<何>曲がっていったことも。そして、その、そして、 ブレイクしたとしても、サポートとしてホールドすることができなかった場合、そのままね、レンジっていう感じで、まあ、上昇トレンドは継続しませんでした。ですがね、20周平均線を初めてサポートとして数週間ホールドできた場合、本当の上昇がね、始まったわけでございます。ついにここでブレイクすることがね、できたわけでございます。そして同時にこちら、200日平均線というこの青いラインですね。これもね、ものすごくね、テクニカル分析で意識されてくるラインなんですけど、まあ、こんな感じでね、20周平均線抜けたと思ったら、 4万8000ドルの200日平均線を拒否してしまったみたいな感じでこちらもね同時にブレイクしたプラスこのねとんでもないね何ヶ月にもわたるレジスタンスラインを、まあ、ブレイクしたもともとね1万7500ぐらいから1万7500ドルの6月から11月ぐらいまでずっとねサポート提供してたとんでもないね サポートラインだったのが FTX の事件によりね、ブレイクしちゃうわけです、下に。まあ、とんでもないね、サポートっていうことはね、とんでもないレジスタンスに切り替えるんですけど、まあ、それをね、二度目の挑戦でね、ブレイクしたことから、動画でも話した通り、これらのラインをブレイクしたことから、短期的にはね、上目線に切り替えないといけないっていうことをね、話しました。そしてね、指揮を見ている感じ、そして指揮を見ていく感じ、大使はね、未だにまだディスブリーフ、この上昇を信じようとしていない、信じられないっていう心理がね、働いていると思います。まあ、こちらについてね、昨日の動画でめっちゃ 着々ゃ詳しくね、深くね、話したんで、絶対にね、昨日の動画見ていってください。おそらくね、これがね、私、ビットコインのね、底だと思ってます。底打ちして、まあ、新たな周期がね、始まっていると思います。これね、完全に保存版の動画になるんで、まあ、こちらね、皆さん、絶対に見ていくようにしていってください。さっきも言った通り、未だにこの上昇を信じられていないっていうのがね、大衆のね、心理だと思うんですよ。皆さんも自分に聞いてみてください。ビットコインね、下がると思いませんか 上がると思いませんか皆さんもね、自分に聞いてみてください。ビットコイン下がってほしいと思いますよね。このまま拒否されると、下に行ってほしいと思い込んでません、まあ、そういうのがね、大衆の心理っていうのもの、そういうのが大衆の心理というものでして、まあ、自分もね、下がってほしいっていうね、気持ちあるんですよ。だからこそ上がっていく。クマアッセンドルの時もそうでしたが、ここが天井だと思った人はね、いますか私もね、ここね、行ったとき、天井だと思いませんでした。 そして4万5000ドルまでま下がったとき、どうせまたおしめだろうと思って、ずっとね、期待してたわけなんですけど、上昇。そっからね、ずっと下がっていったわけなんですよ。このように相場って人々が信じられない。絶対にこれはないだろう。この底を信じられん。ありえへん。みたいな。そう思ったときが大抵ね、そこがね、天井ってわけなんでございますよ。はい、ここでもね、私ツイッターで言ってますけど、ツイッター見てるとほとんどがね、また下目線で、即打ちしてると認めたくない。現在、思い込みの心理が働いてるとね、私感じています。そして、自分の心境も、ね 確認してみてくださいって感じで、この上昇を信じられない、認めたくないっていう、ね、気持ちがね、奥底にありませんが、これが大衆の気持ちだと、まあ、自分はね、思っているって感じでございます。そして、さっきのディスブリーフのステージの説明なんですけど、ここの英語の。このディスブリーフっていうのは、どういう説明をしているのかと言いますと、どうせこの上昇もね、いつもみたいに下がるだろうと。 そして、もしね、一旦ね、皆さん、これ、調整あったら、例えば大きく、まあ、2万1000ドルでも、まあ、このね、1万8400ドルでも、例えばね、調整が来たとき、やっぱりなって、皆さん思うと思います。で、ここのね、説明も、やっぱりな、どうせまた下がるだろうと、どうせこの上昇もね、いつもみたいに失敗するだろうって、ここに説明あるんですよ。これがね、本当にまさにね、大衆の心理だとね、自分はね、考えている状況です。で、今も現在、今さっき言っとおり、大衆はね、またビットコインが下がってほしいとね、考えているわけです。そして、私ね、 この上昇が上昇にね、似てくると考えて、ビットコインもね、これ当時、どういった心理が働いてたか聞いた話なんですけど、まあこれ3000ドルにいた時、まだね、大衆はね、1000ドルとか2000ドルとかね、まあ言うたらコールしてたわけなんですよ。で、実際に届くことはできず、20種平均線をね、こちらブレイクし、その、そしてプラスね、スーパートレンドもね、点灯してるんですよ。そしてそのまま上昇トレンドが続いて14000ドルで、 拒否されたわけなんですよでこの1万4000ドルって、月足見たら分かりやすいんですけど、ちょうどね、実体のところでね、これ拒否してるんですよ。まあ、こんな感じで月足とかで、高時間軸のレジスタンスでかなりに意識されてくるんで、皆さんね、月足とかね、週足とか、その辺のね、レジスタンスが長期的に意識されてくるんで、まあ、見ていってください。で、この上昇はどれぐらいの上昇になったかというと、まあ、3000ドルから1万4000ドルで、まあ、約ね、4倍ぐらいのね、まあ、上昇にね、割ったわけなんですよ。そして、 ビットコイン、今回も似てません色々いろいろと。20種平均線ブレイクし、まあ、この、ね、スーパートレンドも、ね、緑に点灯したということで、まあ、私ね、個人的には2019年でいう、まあ、この辺に、ね、いると思うんですよ。まあ、この辺ですね、本当に。この3000ドルでいう2019年でいう、まあ、5000ドルぐらいに、ね、いると思うんですよ。そして、まあ、短期的な上昇を、ね、試みています。で、私ね、ビットコインね、まあ、昨日の動画で見た通り、 まあ、こんなにも、ね、短期的には上がっていくとは思ってませんでした。ですが、このなん、ね、でかって言いますと、このマクロ環境下で、あとね、プラス、まだおそらくビットコインね、下がっていくと思ったんですけど、まあ、1万8400ドルを、まあ、思ったより早くブレイクし、そして思ったよりも早く、こんなにも急激に上昇しているんですよ。そしてまだね、大衆の心理がこの上昇をね、信じられない、信じようと、ね、していないということから、私ね、ほとんどこの、ね、上昇、 まプルバックっていうんですかね、押し目を作らずに上昇していくかと考えています。はい。なので次のね、短期的なターゲットは2万5000ドルぐらいですね。えっと、細かく言うのであれば2万4600ですね。この200周平均ですね、があるんで、ま一旦ね、短期的にここ上がってきたらね、ショートとかね、していきたいと思います。2万4700で。で、このね、ショートするときね、私のね、ディスコードグループでね、発信したいと思うんで、こんな感じでディスコードグループあるんですけど、私がね、どこでエントリーしてるか、ほとんどのね、私のエントリー、公開してます。 はい、結構ね、最近利益出てまして、まあ、マイナスもね、もちろんあるんですけど、はい、こんな感じで、マイナスもありますが、バイナスでもね、新しくね、ロング入れた、さっきのロングなんですけど、こんな感じでね、最新情報のエントリー、ローだったらラグあるじゃないですか、もうこのグループね、全部ね、紹介します。そしてオープンチャットもあるんで、皆さんぜひね、説明欄からね、ディスコードグループね、無料なんでね、参加していってください。こちらからね、ディスコードグループ参加できます。そしてね、私ね、LINE グループもあるんですが、 ま、こんな感じでね、都度のね、分析、最新の緊急情報を、ね、発信します。これ全部ね、無料でやってますので、皆さんぜひ、これ全部ね、無料でやってます。一緒にね、仮想通貨、相場、乗り越えていきましょう。こから参加でき、こから参加できるんで、ぜひ見ていってください。そして、ツイッターもね、さっき言ったと思うんですけど、まあ、こういったね、有力な情報を発信してるんでね、これもね、フォローしていくようにしていってください。だから、さっき言った通り、この24,700ドルあたり、もう約ね、25,000ドルが短期的に見えてくると思うんですけど、私のね、メインターゲット、 この短期的な上昇なんですけど、ま、一旦ね、この2万5000ドルは大きな節目となってきます。もしこれをブレイクすることができるのであれば、次に2万8000、3万2000が見られてくると思うんですけど、私、今回の上昇が、このあたり、まあ、3万7000ドル付近まで上げてくるんじゃないのかと思っています。で、なんでかって言いますと、この3万2000ドルって、まあ、明らかなレジスタンスじゃないですか。 もう明らかすぎるレジスタンスなんで、絶対に、ね、ここでね、一旦ね、利確が入ります。利確が入るん入って、絶対に、ね、ここは越さないだろうって大衆を思い込むんですよ、ここだからこそこれ超えてくるんですよ。そして3万七千ドルまで上がったとき、え、これバブルの始まりじゃんってみんなね、なります。おそらくね、そういう大衆の地位にね、入ってくると思います。まあ、そここそがね、私ね、一旦この短期的な上昇のね、天井かなと思ってます。そして私がね、まあ見ている、 まあその時期ぐらいについてたですよ。まあ、2019年が、この上昇がね、約、まあ、この底から見ていったら、12月から、6月で約6ヶ月かかってるんですよね。じゃあここの底を見ていきますと、11月から、まあ、5月になるわけですよ。6ヶ月だったら。だからね、まあ最低でも夏、8月ぐらいまでには、ビットコインね、まあ、面白い動きしてくるとかなって思ってます。で、まあ、3万2000か3万7000ドルを見てます。そして私はね、73で、 3万7000ドル、まあ。細かく言うのであれば、まあ、3万5000から4万ドルなんですけど、まあ、73で3万7000ドルが、まあ、次のね、一旦天井になってくるかなって思ってます。そして、 まあこんな感じのね、2019年みたいに、まあ、買い時のゾーン、ずっと話してきていますが、2019年はね、買い時のゾーンになってくるかなって思っております。そしてね、こちらネ、ね、ッでもビットコイン買ってますということで、数年スパンで見たらね、失敗しない価格ってことで、ね、見てください、これ11月26日です。11月26日は、ね、いつになるかって言いますと、ここですね、本当に。 この、ここでね、私、ビットコイン買ってたっていうことで、ね、動画でもね、こちら紹介します。はい、こちらの動画でも話してますが、見てください。公開日11月、ね、28日ということで、こちら11月28日に私は今、ビットコインを購入してますね。ちゃんとね、動画で発信しています。前々から言ってると、私ね、DCA、まあ、ドルコスト平均で、分散投資でね、入れていっている状況でございます。 なのでね、皆さんね、このチャンネルね、こういった情報ね、ずっと都度発信してきてますので、皆さんぜひね、一緒にね、このね、仮想通貨相場ね、乗り越えてね、次のバブルね、迎えていきたい感じでございます。短期的に注目していくラインなんですけど、まあ、明らかにね、2万1300ドルがね、次のサポートとして意識されてくると思います。ですがね、ここ明らかすぎるサポートなんで、まあ、ここまでね、下げてこないと思うんですよ。もし四時間足で見ても、ミッドコインね、この中で2万1300まで、冷やしのこの実践のところで、 反発してるんで、もうこれ何を示しているのかと言いますと、まあ、この比喩の感じも見ても、もうビットコインをね、も、ま、う、あ、この辺で買っていきたい。もう大きなね、調整とかよりも、ここでね、買っていきたいっていう心理がね、働いていってると思います。ので、私ね、ビットコイン、大きな下落、大きな調整を作らずに、そのままね、 2019年みたいに上がっていくかなって考えている感じでございます。だからこそ、これ、やってね、ポジションに戻るんですけど、新たに、ね、ビットコインにこちら、15ビットコインのね、えー、ポジションね、入れていきました。現在ね、0.13ビットコインのね、利益でございます。そして、まあこれね、一旦ね、マイナスになったとしてもね、ちょっとね、保有していきたいと思います。まあ、これね、えー、っと、17,154ドルまで損切りされないんで、まあ自分のね、分析を信じて、こちらのビットコインのロングね、今からでもね、えー、っと、入れていったって感じでございます。皆さん、こういった短期トレードをしたいっていう方はですね、さっき言った、D ディスコードグループと、皆さん、こちらの取引所のビットゲット。 取引手数料30%オフなんでね。私今ねお年玉キャンペーン新規登録全員が3から30ドルもらえるんで、皆さんぜひね。こちら登録してってください。この動画のね。終わりにもね。やり方説明します。もしバイビットにこちら登録したらね。最大400万円の入金ボーナスもらえるんで、まあ、これねビットコイン買っていきましょう。そしてオーケね。こちら手数料ね。5%オフです。てな感じで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。はい、それと最後になんとしててまあ、それでなんか約ね。200万円ぐらい負けて一旦ね。退散したんですけど、なんと、ね。 そちらこの本社ね、ねブビンガっていうプラットフォームを使ってたんですけどそっからね企業案件でぜひ、ね、このプラットフォームを紹介してほしいということで今回ねちょっと紹介させていただきたいと思います。 ありがとうございます。ぜひ、ブビンガさん。はい。で、まあ、こちらのプラットフォームね、まあ、使いやすいっていうのがね、まぁ、あ、一番いいかなと思いました。で、まあ、様々な銘柄があって、こんな感じで,で。で、自分がやってたのが、まあ、ビットコインなんですけど、ま様々な銘柄追加されてるんですね。イーサニアム、リップル、ライトコイン、ビットコインなど。で、これ、やり方どうなるかといいますと、ここにね、お金あるんですけど、これで、テクニカル分析をもとに、まあ、上か下をまあ当てるって感じでございます。で、これ、どうやってやるかと言いますと、まず自分がね、ベッドした金額ね、じゃあ、100ドルで入れます。100ドル入れて、 そして、まあ、これがね、ここからエントリーしたところから、まあ、その制限時間以内に上か下にいたら、まあ、これ65%って書いてるんですけど、1.6倍として返ってくるって感じでございます。じゃあ、これ上って押します。はい、上って押したんで、これ残りね、19分って書いてるんで、結構長いんですけど、19分後に、このエントリーした価格より、まあ、上にいた場合、まあ、これね、65%の収益性になるわけですよ。これ下を押した場合ですと、まあ、逆で、まあ、このね、ラインより、 まあ15分後、これ残り19分で書いてるんで、19分後に、マイナス、まあ、このね、さっき入れたショートのとこより、まあ、価格がね、下にいた場合、まあ、1.6倍って感じ、てくるって感じでございます。そして現在ね、こちら登録すると説明欄にも置いとくんですけど、今、部品が登録しますと、電話口座の1万ドルと初回入金で1500ドルね、ボーナスもらえるみたいです。そしてこちらね、初回入金不要ボーナス、券部品が出れたら、言たり10ドル入れたらね、1700円、17ドルもらえるみたいな、ここに説明あるんで、まあ、ぜひね、券部品が使ってね、部品が登録してみて くださいこちら、反響良かったらメインチャンネルでもね、これ生放送やっていこうかなと思ってます。ですがね、サブチャンネルの方を見たら分かるんですけど、なんか発狂しすぎて、なんかね、チャンネルのイメージがね、悪くなってしまうかもしれないんで、まあ、一応ね、皆さん、どう思うかね、教えてほしいです。剣部瓶がね、こちら生放送で、いっぱいあるんで、このチャンネルで生放送した方がいいのか、メインチャンネルで生放送した方がいいのか、このライブのとこからね、これ見れるんで、まあ、これ特に前の方ね、発狂してるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、と見てみてください。 てな感じでね、えっと、案件どうでした皆さんぜひね、えっと、私をサポートしたいのであれば、これで、ね、登録してみてください。 ビットゲットに新規登録された方、ランダムに3から 30USDT が口座に反映されますということで、お年玉専用リンクからこのパスコードを入れていかないと反映されません。まあ、これでね、ビットコイン購入できます。無料です。3から 30USDT が新規登録するだけでもらえるんで、まずね、えー、説明欄にこちら URL 貼ってます。専用リンク。これ専用リンクあるんで、こちらクリックしたら、このね、えー、っと、ページ届きます。そして、まあ、メールアドレスいますね。自分の。そして、ここにね、まあ、送信するってあるんで、 まあ、この6桁のコードがメールアドレスに届きます。このパスコードなんですけど、これ入れてください。これ説明欄にあるんですけど、このパスコード入れないとね、先進めないんで、お年玉パスコード入れてください。そしてね、それを、えー、と反映させた後、こんな感じの、ね、説明あるんですけど、はい、まずアカウント作成して、体験金を押してください。そしてアカウント作成を押してください。そして、ここからね、アプリのクーポンセンターからね、 請求できるんで,で。7日以内じゃないとね、こちら、7日以内にもらわないと、これ消えてしまうんで、7日以内に、ね、もらうようにしてください。そして、こちらのイベントね、20日から27日なんで、皆さん、無料で USDT ゲットするチャンスです。これ、ほんまに滅多にないんで、皆さん、ビットゲットにね、感謝しましょう。ということでね、これに機にぜひビットゲットね、登録してね、使い方動画とかあるんで、見ていってください。